はやとマッハチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。本日は1994年10月31日マンデーナイトローハロウィン大会で行われたレックスルガー対ボブ・バックランドの試合を振り返ってみたいと思います。 WCW から移籍後、オールアメリカンキャラで活躍するレックスルガーと、かつての WWF の象徴ボブ・バックランドの一騎打ちです。序盤戦、ボブの執拗なグラウンド攻撃に苦しんだルガーでしたが、なんとか持ち前のパワーで形勢逆転。しかしルガーと交渉中のロブ・バンダムが試合に乱入し、無効試合となりました。ゴングが鳴ってもなおスリーパーをほどかないボブに対して、サベージが止めに入ります。通路を張って戻るボブに、かつての帝王の面影は全くありませんでした。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。全国3000万プロレスファンの皆さん、ごきげんよう。さようなら。